ここは箱庭ゲームマインクラフトの世界。この世界では数々のマインクラフターたちがアイテムを収集したり戦ったり家を建てたりして生活している。俺、刹那圭介もとうとうこの世界の一人のマインクラフターになる時がやってきた。いつまでまだ出てねん。溺れそうになったわ。ちょっともうちょい早く行かんかったんか。な、死にかけたわ。おっ、もう始まってるな。おはようございます、こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。今回は満を持してマインクラフトの実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。マインクラフトの使いに来たー、来たー。はい、はい、では早速やっていきたいと思います。僕はねマインクラフト初心者なんですわね。ほとんどやってないんですよね。ゲーム購入したのが確かね2月の初め頃、まあこのパソコン買ってすぐの頃ですな。なのに購入してからはほとんどやってないわけですな。で満を持してようやくプレイというわけですな。チャミースキンはね自分で作りましたよ。どうですこのスキン、ナイスセンスでしょ。あ、ちょっと真ん中のやつが邪魔で顔がちょっと潰れてる。こんな感じでね背中に SK、 刹那圭介の SK を書いておきました。赤が好きなんで赤をメインにした服装。前にはこういうなんかサンタ服みたいなボタンがありますな。これもちょっとシャレオツではないでしょうか。ははは、自分で言うもなんですけどね。じゃあマインクラフトやっていきたいと思いますが、マインクラフトを知らない人のために説明しておくと、まあこのマインクラフトこういう風に殴ったらこういうブロックができました。このブロックがもうアイテムっていう感じでありまして、右クリックでこんな感じで置けるわけですな。で壊したらこんな感じでブロックになる。これをいろいろ繰り返して家を建てたり武器を作ったり探検したりというのを楽しむのがマインクラフト。まあ有名なゲームなんだよね。今さら説明することはないと思いますが、一応初心者がいるかもしれないのでね、見ている方で。以上こんな感じで説明しておきました。でマインクラフトですが、まあマインクラフトの基本、最初はこういう風に木を切る、木を集める、これがマインクラフトの基本になっていきます。はい、まあこれも初心者向けの説明であり、まあマインクラフトをっていう方にとっては耳が痛いだけの話でしょうね。はいはい、ちなみに僕はマインクラフト初心者であります。まあこれぐらいの基本は勉強したんで分かっておりますが、半ばでの応用とかそういうのがちょっとまだ分かってない状況であります。なので温かい目で見てほしいですな。正直ボタン8とかいまいち覚えてなかったですよね。クワットがこれでできるぐらいかな。なんだなんだ、なんか出てきたぞ。
シフトを5回押したら固定キーが有効になりますとか出てきたよ。シフト押したらあかんのじゃ。連続で5回も押したらあかんのじゃ。ふざけすぎたな。ははは。はい、気を取り直して気を切っていこうか。ははは。マインクラフトはね、最初始めた習慣はね、気を集めるのが、まあ、なんというか、常識というか、必要なことなんですよね。まあ、この木をどうするかって言ったら、このクロッキングのところに置きます。そうしたら木材ができる。これはマインクラフトの基本です。これは初心者に向けて言っております。まあ、この辺は上級者の方は飛ばしていただいても結構ですが、言っておきますとね、僕はね、初心者なんでね、こんな感じで言ってますよ。いらないこれ。いらないこれ。よし。で、まあ、こういう作業台ができましたね。この作業台が肝。こんな感じで右クリックします。じゃあ、単に、こっちこっち。そうしたらクラフティングはできるんですが、さっきとは違って 2×2 だったやつが 3×3 になります。この状態じゃないとできない、作れない武器って言っちゃったよ。アイテムがあります。例えば何かって言ったら、こんな感じで置きます。あ、ちゃった。その前にあれだよ。その前に作るもんがあるだろう。これこれ。変な夜。初心者なんだよ、俺は。これですね。棒ですな。こういう棒ができますね。この棒も重要。もっと作っとこうか。この棒ですが、この棒と、この木材を組み合わせることで、これ、ズルハシですな。ズルハシは重要ですよ。いろいろ後で役に立ってくるんで。というわけで、あと2つぐらい作っておきましょう。本当に重要なんですよ。あれ？ミスってクワ作ってしまったな。木材の無駄。しょうがない。クワも持っとこう。正直使わんけどね、クワは。で、あとは、こんな感じで、斧を作る。そして、男のロマン、ビームサーベル。いや、ビームサーベルって言うほど、かっこいいもんではない。普通の剣ですね。木剣。木剣？木剣って言うかな。木剣じゃないな。まあいいや、木剣でいい。木剣みたいに言う。あとスコップ。これも重要ですな。木材が惜しいが、スコップはもう一つ作っとこうじゃない。あとは、まあ、とりあえず今回はこんなもんでいいですな。剣使ったらもったいない。まあ、どういうことかと言いますと、こういう斧とか剣とかは耐久度っていうのがありましてね、使うたびにまあ消耗していくんですね。で、その耐久度が0になったら壊れるというシステムになっております。今みたいに木のなんとかっていうのは耐久度がすごい低いもんでね、無駄遣いしすぎちゃすぐに壊れる。まあ、木の剣以外にも、鉄の剣とかそういうのがあるんですが、それは今の俺には作れない。なぜなら、初心者だから。というわけです。マインクラフトなかなか難しいんですよ、こう見えて。いろいろ覚えることがたくさんありましてね。だから初心者は戸惑うかもしれませんが、慣れです。俺も慣れます。よし。お、木材は木材でも色が違うね。なんかシャレオス。まあ、家を建てるときには、それがなかなかユニークになってくるわけです。まあ、こんな感じで木材がある。もう今のところはいいかな。木材はちょっと溜めたところです。こんなもんでいいや、とりあえず今は。それよりやっておくことがある、1日目のうちにね。何かって言うたら、一つ、ベッドを作ること。まあ、このゲームはね、夜の概念がありまして、夜になったら敵がバンバン湧くんですわ。そうなるともう恐ろしいよ。恐ろしいことになるよ。逃げ込むところが今ないんだよね。しかし、ベッドがあればその夜がすぐに終わる。画期的ではありませんか。
で、まあそんなわけでベッドが欲しい。ベッドが欲しいんやけど、必要なものがある。羊の皮、羊の毛だよ。つまり羊を探して殺して羊の毛をいただきたいってからなんだな。今の俺は羊キラー俺。ははは。羊ちゃん、羊ちゃん、にらめっこしましょう。にらめっこじゃねえな。あと、もう一つ必要なものがありますね。一日目のうちに欲しいもの。お、とか言ったら羊が手に出てきた。み、三匹俺で。やった、さい先で。あー、わい、わい、羊狩りや。これこれこれ、これですよ。これですね。羊の毛。これでなんて読むんだろう。うもじゃない。何もだろう。まあ、いいや。夜が近づいてきた。羊をもっと狩らな。お前、北京ダックはいらない。いや、いるけどさ、肉は。よいしょ、逃げるな。逃げるな。よし、二つ目。あと一つ、三ついるんです。よし、あっしゃー。必要分と手に入れましたよ。では、ベッドを作りたいと思います。こういう羊の毛を三つこう並べまして、木材ですね。木材をこう並べることで、ほら、ベッドや。いらんもん、どこ。ベッドはできたやん。いらない。花いらない。どっか飛んでけ。おい。帰ってくる、帰ってくる。いらないんだよ。まあ、いいや。そういうわけでベッドができましたな。じゃあ、ちょうど夜になったんで、今回は寝ておきますか。いい夢を見よう。これ見てくださいよ。もう夜ですよ。これじゃない。朝ですよ。早いでしょ。これがね、ベッドを使わなければね、夜がめっちゃ長い。朝になれ、朝になれって思いながらね、敵から逃げないかんわけですよ。こんな感じで、夜を過ごすためにベッドがいるわけです。マジでベッドなかったら死ぬけんね。出る。出る。帰ってくんな。帰ってくんな。あ、帰ってくんな。あ、帰ってくんな。あ、お、帰ってくんな。帰ってくんな。いらねえ。そう。わかったよ。手持ちに入れておくよ。とりあえずベッドを確保ね。よっしゃ、幸先いいね。では、もう一つ必要なもんがあるんですね。ベッドもういいです。片付けとこう。もう一つ必要なもの、それはね、石炭です。なぜ石炭がいるかって言ったら、まあ、明かりが欲しいとは思いませんか、夜。まあ、夜、さっきみたいに暗いわけですよ。じゃあ、明かりはないんかって言いたいところですよね。あるんです。その場合は、松明っていうのがありましてね、それで明かりをつけるわけですが、それに必要なものは、石炭。うん、石炭を確保しに行きたいと思います。ちょうどここにこういうのがあります。こういうところに石炭がある。おお、なんか色が違う羊がおるんやけど、ちょっと潰しとこう。おお、黒いんが出てきたよ。これ俺正直見たことないよ。黒毛の羊の毛、黒い羊の毛やね。これでベッド作ったら黒いベッドとかできるんかな。おお、シャーレオズ、はい。生肉だぜ、鶏肉だぜ。鶏肉も重要なもんでね、食料になるんですな。できれば焼いて食いたいところですが、あ、それはにはかまどりが、でない、かまどりじゃないよ。かまどりってなんだ。かまどね。なんで俺、理由をつけた。まあ、かまどが必要なわけですよ、逆には。しかし、こんなもん今の状態では作れませんからね。だから生で食う。ちゃちゃちゃ。クボタンもそっちじゃないぞ。ジャリクリックじゃこう、ニワトリで地面に穴を開けるような効果ができるわけですが、こうですね、右クリックするわけです。そうしたら見てください、右下の肉のマークも。まあ説明中やけん、後で食ってあげるからね、待っててね。というわけで、右の肉のマークが2つぐらいつきましたよね。
これは満腹のゲージですね。まあ正式になんていうゲージの名前なんかわかりませんよ。覚えてませんよ。まあこれが溜まったら、これが全部消えたら、ダッシュができなくなったり、左の HP の自動回復がなくなったりしますね。だからこれはできるだけ点滅した状態で置いておく必要があるんです。だからそのためには食わなければいけない。そして食うための肉ですが、まあこうなるわけです。弱肉強食である。なんて悲しい世界だ、マインクラフト。ねえ、アヒル君、こっち向いてよ。アヒル君、こっち向いてよ。こっち向いてよ。こっち向いてよ。わ、アヒル君に引きもいる。わーい。ラフ。ラフ。天の恵み、ありがとう。天の恵みに、私は心から感謝したいと思う。ありがとう。ありがとう。ありがとう。まあ、そんな感じでいきたいと思います。感謝を忘れずに。まあ、それはそれとしてですね。まあ、ここですかな。お、ありますやな。わーい。これですよ、て。じゃないわ。何やっけ。俺は何を言おうとしたっけ。石炭か。あれ、石炭じゃない。正直、俺もちょっと戸惑っている。今の放っても何も出てこない。これは石炭じゃないのかって思いたい。まあ実はまあこのマインクラフトね、練習で何度かやっていて、まあその度ボツになったりしてで、ね、ようやく今回いけるようになった感じですが、一番の問題は重さでしたね。ようやく軽量化のモード入れて、その面に関しては問題なくなったんですが、まあそれ以外の問題でもちょっとアップできんなっていう問題が続いていたわけです。あ、卵、わー、卵食えるんかな。わーい、わーい、わーい、食うぞ食うぞ食うぞ。投げおった、卵投げおった。せめて孵化させてあげたかった。ごめんね、ごめんね。そうですね。動物は愛護団体に訴えられるようなゲームですな。まあ、こんなわけでセクちゃんが欲しいので。夜は暗くて怖い。敵が湧くのでね。それがね、何やっけ、松明か。松明を立てているところには敵は現れない。現れないんです。だからね、早い目に、卵がめっちゃある。蜜もある。いただきます。卵をいただきます。ごめんよ。君たちの子供をかっさらって、いかがおる？かっさらっちゃったよ。ははは。ごめんよ。俺、今はまだ卵を投げつける方法、こと以外に、何に使うのかわからないんだ。ごめんよ。まあいいや、よくないか。羊ちゃん、まだ狩らせて、狩らせて。絶対動物愛護団体に訴えられるな。石炭ですな。石炭の話がなんかどんどんそれていっちょるよ。俺のトーク力のなさがここで発揮されているよ。ダメだよ、トークはなんか一つに的を絞って話さなきゃいけないよ。そう、まあ石ちゃんを手に入れたいところなんやけど、動物がないね。いや、動物の奥にも行ったらわかんないからね。お、ブラックボックス。あ、まあこういうたまに処理が遅い時もあるんで、ちょっとそれは気をつけてほしい。羊めっちゃおるやん。さっきらバンバン羊に出会いよんやけど、何このワールド、羊ワールドか。もうめめ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 。うわ、全然見つからないぜ。
なんか石炭が手に入りそうなところが全然見当たらないぜ。もうかれほれ5分ぐらい走ってるんだけどね。もう夜になっちまったぜ。ちくしょう。ベッド設置だよ。右クリックだよ。うん。しょうがない。ですね。はい。今回はまあこんな感じで終わらせてもらいたいと思います。グダグダだぜ。もう今世紀最大のグダグダだぜ。ははは。この先、この世界で生きていけるかが心配になってくるぜ。ははは。みんな、僕の実況を見て真似しないでね。今世紀最大のグダグダだからね。うん、神々だね。ははは。まあ、そんな俺でよければ、これからどんどん実況をアップしていきたいと思うので、よろしくお願いします。では、今回は寝ましょう。この状態では寝れるのかな？ OK。じゃあ元にこの状態に戻ってね。あ、でもその前に。じゃあ、挨拶をしておきましょうか。今後ともども、刹那圭介の実況をよろしくお願いします。では、今回はこの辺で、See you again。しゅうあげ、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 しゅう。今、あ、やばいや、あ、おお、ちょっと、よし、あ、今やばいんじゃない？ベッドいけるんか？ベッド。あ、まだいける、まだいける。ちょっと、取り込み中なんです。取り込み中なんです。あ、ベッドいけた。ベッド壊され、あ、ちょっと、ベッド。あ、やべ、あかん。やめてよね。やめてよね。寝かせてよね。いけるのかね。そろそろ終わろうって時にやめてよね。予想外だった。今のは狙ってできるもんじゃないぞ。ベッド。おし。今度こそ寝る。あれ、ベッド。おし。それでいい。それでいい。あー、怖かった。じゃあ今度こそ、See you again。寝よ。